琉球ガネブはエビズルの一型とされ、トカラ列島ナ南琉球列島の海岸近くから低山地に自生する。エビズルの変種とされているが、現在では認められていない場合もある。ただし性質や成分などに独特のものがあるとして育種などの観点で取り上げられることがある。野生のブドウで栽培種よりはるかに下流が小さく、果肉も少ない。 だが果実に含まれる機能性成分は栽培種より多く健康に良いと考えられている。エビズルと陽子は大変似ているが本種ははるかに大型である。七島エビズルと同一視する説があるが本種は果実などの成分の量や種類に違いがある。この名の植物はエビズルにごく似たもので、九州から沖縄の海岸から低山地に見られ、 より葉が大きくてほとんど分裂しないものに対して名付けられたものである。記載ではこれはエビズルの変種バリエーションガネブ初島と位置づけられた。ただし大橋他果編のようにその変異は連続的なものであるので区別する必要がないとするものもある。同様にエビズルの変種として記載されたものに七島エビズルがあり、これは伊豆諸島産で本種にややにるが、 大橋保管編はこれについては太字で扱い意味のあるものとみなしている。これを独立した分類群とみなした記述はほとんど見られない。標準的な図鑑でも保育者の原色図鑑ではエビズルの海岸型との判断が記されており学名も書かれていない。日本の野生植物シリーズでもエビズルの変異以内に含まれるとの判断でやはり学名も挙げられていない。 また地元琉球列島に特化した琉球植物史では、エビズルの別名としてその名が挙げられてはいるものの、何らの記述もない。ユーリストにおいても、和名の別名として取り上げられているのみである。このことは、分類学上の重要性がほとんどないとも取れるが、実際は、十分に調査されていないことが原因である。エビズルの海岸型との判断にしても、 一般に自生地の低山地に分布する個体の葉と海岸に分布する個体の葉に大差がないことから海岸型という考えには無理がある。分類は一般に形態の類似性を元に行われるため形態が類似しているものは同一種とされることが多いが整理、生態学的に見ると琉球がネブの目は休眠を示さない自生地において歯は常緑性を示すなどエビズルとは 明らかな違いが認められる。裏には白、または泡茶褐色の雲毛が生える。有効成分が栽培種よりははるかに種類、量ともに多い。山ぶどうやエビズル同様食用にでき、生殖他ワインに加工される場合もある。八重山、琉球、甘味諸島、トカラ列島山ぶどうのように生殖されるほかワインの醸造用にも用いられ、 ヨーロッパブドウのマスカット・オブ、アレキサンドリアなどとの交雑種も作出されている。ありがとうございます。